皆さんこんにちは。いつも私の動画をご覧いただきありがとうございます。今日は大阪市宮古島区東野田町京阪本線の京橋駅に来ております。ここ京橋駅で、通り行く車両を撮影します。どうぞご覧ください。淀屋橋行きの準急7200系ですね。1995年初年製造されております。川崎重工が製造所になります。7000系をベースに数々の改良を加えた車両です。車内案内表示器、通話型非常通報装置、座り心地の良いシート、車内カラーリングの一新、急速暖房の採用など各種改良を行っております。4番線中之島駅普通電車が出発します。7000系の車両になります。初年製造が1989年川崎重工製造です。京阪初の VVVF 制御を採用した省エネ車両になります。快速急行淀屋橋行きです。快速急行淀屋橋行き3000系の電車になりますね。2008年が初年製造、川崎重工が製造しております。特急車両としてね製造されております。これがどうなのかな。この車両はプレミアムカーの車両になってますけど、そうですね、プレミアムカーとその運行もされておるようですね。この辺は空席が目立ちますね。淀屋橋行きの急行ですね。3000系の電車が出発していきました。2番ホームに停車しておりました出町屋内行きの準急ですね。1万系の電車が出発していきました。次3番ホームには特急淀屋橋行きの8000系の電車がですね到着しました。1989年初年製造ですね。で6両目がですね、やっぱプレミアムカーとしての運用がされておるようですね。残念ながら空席が目立っておるようですね。プレミアムカーに乗車するにはプレミアム券が必要となります。プレミアム券は400円または500円です。これはね、京都の三条から出町柳ですね、応答線の開通に合わせて華々しくデビューしました、当時急増していたですね特急の需要に対応する特急車増備用として新造されました。2017年8月にはこの6両目ですね、この車両をプレミアムカーとして運用する、そういった方法が導入されました。特急淀屋橋行き8000系の電車が京橋駅を出発していきました。4番ホームに停車しておるのは中之島駅普通電車ですね。1万3000系の電車になります。1万3000系はですね2012年初年製造、川崎重工の製造所です。前面には大型スラッシュムーン、半月シンボルですねを掲げるですね最新型の今一般車両になります。
まあ、走行時の消費電力を従来車に比べて、まあ、65% ほど、まあ、低減したですね、非常に低省エネ車両となっております。まあ、最新型の1万3000系ですね、中之島役の普通電車が、ここ京橋駅を今出発していきます。電車最新車両1万3000系の電車が京橋駅を出発していきました。8000系のですね、出町柳行き特急電車が2番ホームに到着しました。4号車はダブルデッカー車、2階建て車両です。6号車両がですね、プレミアムカーとしての運用が2017年からされております。4号車が2階建ての車両になっております。6号車はプレミアムカーとしての運用がされております。プレミアムカーですね、豪華なね、扉になりますね。これ5号車ですね。で、4号車が2階建てになっておりますね。エレガントサルーン8000シリーズダブルデッカーという名前ですね。淀屋橋行きの2400系ですね、電車が到着しました。初年製造が1969年ですね、川崎重工製造ですね。2200系の装備車として新造された戦後関西初の通勤冷房車です。中之島行きの普通電車2800系ですね、電車が到着しました。1978年川崎重工初年度製造です。名車2000系、スーパーカーの代替用として新造された車両になります。3000系の出町柳行き特急電車が京橋駅に到着しました。この3000系の特急電車も6号車がプレミアムカーとしてですね、まあ、ゆったりとした乗車が可能になります。500円かな、乗車券以外にプレミアムカーが必要になってきます。コンフォートサロン3000シリーズですね、プレミアムカー6号車になります。3000系の出町柳特急電車ですね、8両編成が今京橋駅を出発していきました。ここ京阪京橋駅は大阪市宮古島区東の田町にあります。まあ、駅のホームはですね、2面4線の高架駅になります。まあ、駅ビルに内包されてですね、ホームは4階にあります。で、3階に、まあ、改札口やコンコースがあります。この電車の6号車はプレミアムカーです。まあ、京阪電車がですね、1910年、明治43年に、まあ、天満駅と五条駅の間で開業した際にですね、この京橋駅も、まあ、当時の名前は蒲生駅という名前なんですけど、蒲生駅として開業しました。まあ、1日の、ね、乗車人員約17万人とですね、この京阪電車の数多い駅の中で一番、ね、多い駅になります。今3000系のですね、淀屋橋行きの準急が到着しました。
この京橋駅からは JR の環状線、JR の学研都市線ですね、で JR の東西線ですね、あと大阪メトロのですね、長堀鶴見緑線の、まあ、4つの路線に接続が可能な、まあ、巨大なターミナル駅になっております。中之島行きの6000系ですね、まあ、車両になります。初年製造が1983年ですね、川崎重工が製造しました。この6000系は省エネ車両として名を馳せました。京阪線の全車線昇圧に伴う 新造車で、進行方にアルミ合金製車体、大型1番2番線ホームに移動してきました。これ2400系のようですね。2400系の電車ですね。出町柳の雪の準急ですね、電車になります。2400系の電車が京橋駅を出発していきました。7000系の茅島駅の普通電車が一番ホームから発車します。ご注意ください。1番ホーム、2番ホームはホームドアがですね設置されております。3番ホーム、4番ホームには設置されてないんですけど、線形の普通電車が、茅島行きの普通電車が京橋駅を出発していきました。京阪本線京橋駅で、まあ、通りゆくいろいろな車両をですね撮影してみました。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。またお会いしましょう。